カール・ビンソン。カール・ビンソンは、アメリカ海軍の航空母艦。ニミッツ級航空母艦の3番艦。艦名は、第二次世界大戦前後に、海軍緑造協に勤めたカール・ビンソン下院議員に、陳で付けられた。歴史の中で生存中の人名を付けた、最初の空母。カール・ビンソンとも。カール・ビンソンは1974年4月5日に、 バージニア州のニューポートニューズ造船所に発注され、1975年10月11日に寄港する。1982年3月13日に収益し、成長公海に出港した。1983年3月1日に母港となるカリフォルニア州のアラメダに向かい、同年10月1日には長崎県佐世保港に寄港。1984年には、 リムパック84に参加し、10月14日に最初の国外配備が行われた。1985年は1月から4月まで107日間をインド洋で過ごす。1986年5月から6月にかけて、カール・ビンソンはリムパック86を含むいくつかの演習に参加した。8月12日に2度目の国外配備に出航し、 ベイリング海で活動する最初の航空母艦となった。1987年1月には、インド洋とアラビア海北部で活動し、その後再び、ベイリング海を通過し、アラメダ海軍基地に帰還した。1988年に4度目の国外配備につく、ペルシア湾でアメリカ戦籍のタンカーを護衛し1988年12月16日に帰還した。 1989年9月18日にカール・ビンソンはアラメダを出港し第二次世界大戦以降最大の平時海軍演習となるペイセックス89に参加する。演習でカール・ビンソンはベーリング海アリューシャン列島で活動し日本海と太平洋において3つの空母戦闘軍、現空母打撃軍を率いた。韓国の不山で短期間停泊した後、 カール・ビンソンはロマプリータ地震発生直後のサンフランシスコに帰還した。カール・ビンソンは1990年2月1日に5回目の配備に出航した。ハワイのホノルル、日本の佐世保、フィリピンのスービック海軍基地、ディエゴガルシア島、オーストラリアのパース、シンガポール、香港を訪問し、サンディエゴで搭載航空団が離艦。 1990年7月31日に無事帰還した。9月にブレマートンで入居し、28ヶ月間のオーバーホールに入る。1994年2月17日、ペルシャ湾に向けて出港し、サザンウォッチ作戦の支援に入った。8月5日にカールビンソン艦上で太平洋艦隊司令長官の交代式が行われた。その後、 8月17日に、アラメダに帰還した。1995年、ディスカバリーチャンネルでドキュメンタリー、キャリア、フォートレス・アット・シーが放送された。このドキュメンタリーは、カール・ビンソンの6ヶ月に及ぶペルシャ湾での航海を、時計に沿って記録したものであった。1995年8月26日から9月3日まで、カール・ビンソンは、エクササイズ・キー・コアに参加し、 その後太平洋において第二次世界大戦終了の記念式典に参加した。これらの式典期間中にハワイでクリントン大統領が艦を訪問し、式典においては大戦中の航空機12機がビンソン艦上を発艦した。1996年5月14日、カール・ビンソンは7回目の配備に向けて出航し、ペルシャ湾でのサザンウォッチ作戦を呼び、 デザートストライク作戦の支援を行う。またエクササイズラフドノーチラスに参加し、1996年11月14日にアラメダに帰還した。アラメダ海軍航空基地の閉鎖に伴い、カール・ビンソンの母港はワシントン州ブレマートンに変更された。1997年1月17日に新たな母港に到着したカール・ビンソンは、 AE-6 イントルーダーの最後の発艦及び回収を行った艦となった。1998年にはリムパック98に参加し、その後ペルシャ湾に向かう。12月19日デザートフォックス作戦の支援として空襲を行い、その後サザンウォッチ作戦の支援を行う。これらの航空支援は1999年3月まで継続した。 1999年7月に、カール・ビンソンは、ピュージェット・サウンド海軍造船所に入居し、11ヶ月のオーバーホール及び回収が行われた。その費用は2億3000万ドル以上が費やされた。回収後の成長は2000年まで継続した。2003年5月10日、横須賀基地に寄港。2005年には、オーバーホールのためニューポートニューズ造船所の監督区に入居し、 オーバーホールに入った。2010年1月14日、ハイチジシニーの災害派遣のため、バージニア州ノンフォーク海軍基地より出港。2011年5月2日、アラビア海でパキスタンにて、アメリカ軍に殺害されたウサーマ・ビン・ラーディンの遺体が持ち込まれ、水槽とするため、宗教儀式を看板で実施した。その後、遺体を改装した。2016年、 第5空母航空団がカール・ビンソンに編入された。2017年1月5日、アメリカ西海岸から西太平洋へ展開した。目的は、対戦戦術、航海、砲術の訓練のほか、訪問、交流の外交、警戒監視、抑止行動等の行動を行うため、専門家を率いたインドアジア、太平洋地域各国との二国間訓練。 交流及び空母ロナルド・レーガン、メンテナンスによる西太平洋地域の空母空白を補うためのものである。同年2月中旬には西太平洋に達し、南シナ海においてカール・ビンソンの打撃軍が今回の行動を開始。同年4月上旬には北朝鮮の弾道ミサイル計画に対する懸念が高まり、当初の予定を変更して朝鮮半島沖に 空母打撃軍を率いての派遣がハリスアメリカ太平洋軍司令官により指示される。同月12日、ドナルド・トランプ大統領が非常に強力な艦隊を送り込んでいるとした北朝鮮のミサイル、核実験を抑えるための声明を発表した。同月15日、オーストラリア海軍との演習後、済んだ海峡を航行し本格的な行動を開始する。 同月23日から28日、海上自衛隊の護衛艦、足柄と護衛艦、サミダレ、航空自衛隊の F-15J 戦闘機などとの訓練を実施。同月29日午後には、朝鮮半島沖まで達し、同年6月までに、韓国海軍や韓国空軍と訓練を行った。二千十七年六月一日から三日にかけて、日本海の都半島沖にて、 空母ロナルド・レーガンとその打撃軍艦隊、海上自衛隊の護衛艦、ヒューガ、足柄及び航空自衛隊海 -15、J 戦闘機と共同訓練を実施した。2018年8月3日、本艦は能力向上付与による海装工事、ラピアに先立ち、ピュージェットサウンド海軍造船所に入居するため、ヒトサップ海軍基地に母港を移すことを発表した。 第2空母航空団はカール・ビンソンに関西される航空団。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。